チャオトゥティ、どうも今井俊介です。はい、頭の体操2回ほどやらせていただきました。諦めないで少しずつやることが大事です。はい、今日は皆様の顔の筋肉とか使っていこうという企画でございます。ステイホーム、家で体を動かそう。じゃあ体だけ動かせばいいのか、そうじゃないです。やっぱテレビを見ているだけとか動画を見ているだけになっていると笑いが少なくなってきたりとかして表情筋が動かなくなってまいります。それは若い人もそうなんですから気をつけてくださいね。それでは顔面体操を一緒にやっていきたいと思います。じゃあまず僕の顔を耐えられないかもしれないですが一緒にこんだけ近づいてみましょうか。一緒にできるかなということでやっていきたいと思います。まずは眉毛からの動かし方を練習していってみましょう。はい、眉毛を上に上げます。こうやるとね、僕もね、目が意外と大きいんです。下に下げます。上に上げます。下に上げます。下に下げます。上に上げます。これ大丈夫ですよね。楽についてこれてますか。下に上げます。下に下げます。さっきから間違ってる。じゃあ今度は上に上げたまま、はい、上に上げたままこっち右側の眉毛を下ろしていきましょう。こっち上げたまま、左ま上げたままだからこういう風になるね。いきますよ。はい、上げて、あと今度こっち反対、こっち上げたままこう、はい、戻して、はい、両方下げましょう。そう、わかんなくなったら手使ってもいいのでやってください。今度はじゃあ眉毛を下に下げます。そのまま右眉を上げましょう。はい。下ろして。はい、反対。はい。はい。下ろして。反対。はい、上げます。両方とも。はい、左下ろして。はい、右下ろして。はい、左上げて。右上げて。右下ろして、左下ろして、右上げて、左上げて、右下ろして、左下ろして、右上げて、左上げます。どう？結構難しいですよね。ここの筋肉すっごい使うんですよ。ここ。意外とこの辺とも言わないがちで、ここら辺の神経を考えると、突っ張るんでね。はい。さて、続きまして、唇を動かしていきましょう。上唇。これ。はい、戻して。これを、ほっぺでやらない。ほっぺはね、簡単にできます。そして、なるべくこっちの目はつぶらないように。ほっぺでやるのはいくらでもできます。ほっぺでやるんじゃないです。ほっぺを動かさない。ほっぺは大きい筋肉なのですぐ動くんですけど、ほっぺじゃないここの筋肉を動かすんです。先に。唇を、と唇が擦れるように、上唇が動いて。いいと言いながらやってみますか。いい、いい、いい、いい。ここの口が、この鼻だれのところが、こっちに動く。彼が下に動かない。これなんない。彼じゃないですよ。なんでこれやろうじゃないです。こうじゃないです。上。こっちも、反対も。わかんなかったら、下の唇を押さえる。シュール、黙るとシュール。いいいいいえあおうって言って言いながらやってみます。いいえー、あ
あ、絶対かなる人とか、こうなっちゃう人がいます。そうじゃなくて、この形。これ動いて。反対も。ね。結構難しいですよね。こうです。はい。あとできるようになったら、ちょっと耳の辺もこう、ぐって引っ張れるようになったらいいなとかとかあるんですけども、今日はこの眉毛と唇。これが動くように。表情筋のここの筋肉っていうのはとても大事で、歌うのがとっても上手なのでやってみてください。カンカンです。下はカンになる。上だけ。はい。今日はね、そんなに難しくないと思うので、諦めないでついてきてくださいね。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。もしよかったら、高評価と、チャンネル登録、お願いいたします。また、ライブ配信が始まってくるので、登録しておくといいことがありますよ。それでは、ご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。